吉田さん、遠藤チャンネルですか？遠藤チャンネル私知りません。どんなチャンネルなのか後で見てみます。まあ、遠藤チャンネルに対して遠藤チャンネルなんですけども、今回のテーマはね、もう一つ言われてました。ネットビジネスは簡単ですってことなんですよ。やっぱりうまいところ目つけますね。確かにね、ネットビジネス簡単なんですよ。私ね、7年間何やってるかって言ったら、一番やってるのがこのカメラの前で喋ってるわけですよ。で、1万以上の動画を上げました。まあ言ってみればそれだけなんですよね。これ難しいですかね。だってこう喋ってるだけですからね。で、よくね、このネタがないって言うんですよ。ネタがないんですかね、本当に。ネタがなかったら、例えばこういう漫画ありますけどね、漫画読んで感想を話せばいいんですかね、いいんじゃないですかね。これバラモンの家族ってやつなんですよね。このなんかこの先駆け男塾のスピンオフみたいなやつで、まあ男塾と内容一緒ですよ。先駆け男塾っていうジャンプにあった漫画があったんですけど、あれ終わっちゃったんでね、終わった後書ききれないストーリーをここに入れたんじゃないかなと思うんですけども、まあ同じですよ。大神パーレン制覇みたいな感じでね、まあこういう感じで喋れると思うんですよ。あとね、これね、エアポッド、これアップルのイヤホンですけども、私買って以来ね、毎日手放してないですね。これ水、単なる水、単なる水なんですけど、ラベル珍しいでしょ。珍しい。これね、九州の水でヤフーショッピングで買ったんですけども、なんかね、放射線量がなんかちゃんとないという、検出できなかったというね。なんかその皆さん放射線を気にする人にはこれがいいんじゃないかなということで、ラベルがかっこいいんで私これにしてるんですけどね。で、スパークリングウォーターもあったり、2リットルバージョンもあったりとかして、結構このね、ビオウドってやつですか、21時54分、このブランド結構ね好きなんですけどね。あとこの電卓です。電卓ね、会社の電卓、会社ね、今なくなりましたけど、なくなってかあるけどまあ電卓ですね。ということで、何でも喋れると思うんですよ。どうですかね。で、この動画をね、私は吉谷さん向けに動画撮ってるんですよ。でも一人に対して動画を撮ってるはずなのに、なぜかね、再生数見てください。再生数、まあ分かりませんけど、録画してる段階では、まあまあ1ってことはないでしょう。こういうふうに簡単なことやってるんですよ。簡単なこと、簡単なことを、ただ簡単だからずっとやってるだけなんですよね。で、1回できるってことは2回できると思うんですよ。2回できるってことは3回できるし、3回できるってことは5回できるかなと思うんですけどね。まあ簡単ですから、やってみればいいんじゃないですかね。でもね、やっぱり簡単なことも積み重ねていくと、全部、例えばね、100回、簡単なことを100回やるとちょっと難しそうに見えるんですよね。簡単なことを1000回やるとすごく難しそうに見えます。簡単なことを1万回やるとむちゃくちゃ難しそうに見えます。という意味では難しいのかもしれないですね。簡単と捉えるのか、難しいと捉えるのか、それはあなた次第でございます。本日は以上です。